ベンビー君と義母先生。はいさい。ベンビー君と義母先生。はい。ベンビーさん。はい。7発目。7発目ラッキー。ねえ。ラッキーセブンですね。ラッキーセブンです。行きましょう今日も。はい。うん、さあ、まあ、このベンビー君と、はい、義母先生の。まあ、この企画ですね、うん、はい、あの7回目なんですけど、はい、まあ、この最終的な、はい、こう着地点的なやつをまあ決めていきたいなと、はい、まあ、そろそろ思っちゃってるんですけど、はい、ベミさん何かこう、うん、三振でやってみたいこと、はい、これをちょっと俺は最後どでかくやってみたいみたいなやつありますか？もちろんですよ。せっかく三振を習ったからには、はい、オリジナルソング世界でですね。作りたい。いやもう僕はもう何でもそう、もうネタ作る時もお笑いネタ書く時もこのネタで世界、日本世界っていう気持ちで作ってます。曲ももうオリジナルソング世界。いやもう思うの分かってるじゃないですか。簡単に言ってくれます。いやそれぐらいの気持ちで僕は作りたい。まあ夢はでかくいきましょう。そう、okay. オリジナルソング実際本当に作りたいんですよ。わかりました。オリジナルソング、はい、三振で、うん、しかも生演奏でもちろんです、ね、はい、作って発表と、はいはい、いうことで、じゃあいいですか？発表、あ、まあ、もちろん作るからには、まあ、8までしかできませんけど8までできれば全然8までできればもう3000曲弾けますんで。そうですよね、手を挙げたから俺は。なるほど、はい、作詞作曲を、まあ、していこうということですね。作曲、そう、作詞作曲やりたいですね、できるものなら。うん、まあ、そのベニーさんお笑いでね、はい、そのネタとかは自分で作られてると思いますので、はい、そのクリエイティブ的な部分はもう多分その他の一般の方たちよりも長けてると思うんですよ。はい、まあ一応やってますからね、はい、無人島のネタも好きですよ。ああ、ありがとうございます。 YouTube でご覧ください。作詞の部分とかは それこそあのネタを作る感じとかで、うん、もうこれまでにもね、ガジャン、あ、ガジャン、そうか、優香読みましたから、第5回かな、新作の反応に合わせてその詩を読んだりもしてきましたし、はい、曲も、はい、曲はちょっとまたその専門的なスキルも少し必要ではあるんですけど、うん、それは僕も一緒に手本ほどきをして、はい、僕も作詞作曲やってますので、その中で作っていきましょう。はい、いけると思います、はい、まあ、いけると思いますっていうか、やりましょう。やりますよ。例えばネタとかはどんな感じで作られてますか？はい、僕はもう完全に机に向かって、はい、書くぞーで書きますね。この、まあ、その今回はじゃあこのテーマをこれにしてとかってことですか？うん、そこからもう机にする。あ、まあ、もちろん普段いろいろ思いついたことはもう今スマホにメモして、はい、であと結構夢もメモりますね。夢でこう起きた時も、もうメモりながらももう忘れのうちにすぐメモってまた眠ったりとかして、ひとまず僕設定から考えると、今日どうしようかな、まずキャラクター何しようか、おじいにしようか、ヤンキーにしようか、生き物にしようかとか、何がどこでどうとかみたいなところを決めて、ヤンキー、あ、ヤンキー、ね、そうそう、ヤンキーのネタ、ヤンキーのネタいっぱいあるんですけど、ヒット作がありますね。そうそう、じゃあヤンキーって決めた時、じゃあヤンキーが何やったら面白いんだろうかっていうところを考えて、じゃあヤンキーが、まあ、例えばヒロインに出席することに、兄の代わりに、ヒロシ兄の代わりに出席することになりました、スタートをするっていうところで、披露宴に関すること、結婚式に関することを箇条書きでガーって書きました。あ、でそこから考えて、と体系が出ていくっていう設定ですよね、だからね、僕設定から決めますね。また沖縄の人って結構その結婚式にその出席する率も多いじゃないですか、うん、はいはいはい、だからその結婚式あるあるみたいなのもたくさんありますしね、うん、はいはいはい、その中でこの彼がどう動いていくかとか、どういう立ち回りをして面白くするかということですよね、うん、はい、そうです。なるほど、うん、じゃあその夢の中で、はい、そのあこういう設定だったら面白いんじゃないかみたいなのが一回出てきて、はい、あこれ使えるかもって思ってメモってる時もあります、はい、なるほどね。結構ドラマチックな夢見るんで僕も作詞作曲をするときに、はい、実は結構夢の中で、はい、フレーズとかがあこれいいなと思ったやつ、はい、起きてボイスレコーダーで録音します。はあ、そうなんですよ。これ古くはですよ、ドラクエの音楽作った杉山浩一さん、はい、方もう寝てて来たらすぐ譜面に書くんですって。で、まあ、ある日またいい曲が思い浮かんだからこう譜面をこう書いて、で寝て起きてみたらもう寝ぼけてるから、カタカナでタン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 タ
寝ぼけてるからっていうこともありました。いかがでしょうか。そうですね、やっぱ夢でも夢でね出ることもありますもんね。フレーズ、まあ最近だとスマホがありますんで、はい、まあ、スマホのレコーダーでレコードとしたり、うんうん、その昔の作曲の人たちはそのスマホがなかった時代、僕も聞いた話なんですけど、はい、その自宅の留守電、自宅に電話して、そう、全部電話して、はい、録音してたっていう話とかも聞きました。そうか、メロディーはすぐ楽譜とか大変ですもんね。そうです、フレーズとかっていうのは。普段は義母先生は曲作りは、僕はね、そうですね、うん、まあ、学生の頃はフォークソング、はい、結構そのやってたので。 あ、そっか、彼女にも歌作ったことあるんですもんね。何でしたっけそれ。いや、なんか言ってましたよ多分。あ、これ、あれ、ここで言ってないのか。そんな歌も作りますよ。はいはいはい。あ、そっか、もともとじゃあフォーク畑というか、ちょうど学生時代はゆずとかが全盛期だったんで、はいはいはい、友達とギターで、うん、でそのコードじゃらーんと弾いて曲を作りを始めてて、うん、でまあ、大学はその芸大で三振をやってるので、まあ、自然とその、うん、まあ、そのギターが三振に変わる感じでポロンと弾きながら、まあ、でも遊びの中でですよね、遊びで弾いてるうちにその結構、あ、このフレーズ面白いなとか、小さなフレーズをたくさん、メモっておいて、それをこうあとくっつけていくみたいな作業の中で1曲できたりとか、っていう感じですね。まあ、ベンビさんが言ったみたいに、やっぱりそのいいフレーズとか、いい設定みたいなやつっていうのは、やっぱりそのなかなかね、そんなにこう毎回出てくるわけじゃないので、やっぱりその曲にして自分のライブで発表するっていうまでその高めて出すのはやっぱりこう一握りにはなってくるんですけど、この何ですかね、こうスタメンじゃない曲はいっぱいあります、ストックは。ああ、なるほどなるほど。ああ、そういうことか。まあ、これまで何枚かその CD、 自作の曲の CD も出してはいるんですけど、それもだからそのなかなか何ていうんですかね、こう、うん、上位のやつらですね。はい、確かに僕ももうネタ何本も書いてますけど、もう一回こっきりライブで言っても見向きもしないネタなんかも中にありますね。ずっと眠ってるやつでね。そうそう。どんな感じの、まあ、もちろんその設定というかその、まあ、お笑いやられてるので、はいはいはい、お笑いテーマでもいいですし、そこから発生して家族のこと、はい、まあ、もちろん恋愛でもいいですし、そのテーマをどうしたいとか、ね、いや、これがね、もう本当にいろいろあるんですよ。コミックソングとか、例えば僕の書いたコントを、まあ、歌詞っぽくして、はい、やったりとか、まあ、例えば大峰源太郎っていうおじいのネタが、沖縄のおじいのネタがあるので、うんうんうん、そのおじいのなんか物語みたいなのもいいしなとか、うん、面白そう。あとはもう、そのちなみにおじいさんは、うん、はい、自分のおじいさんですか。いや、まあ、やってるうちに勝手に、まあ、うちのおじいをイメージいつの間にかしてしまってた部分はあるんで、ああ、ちょっとじゃあそれも、まあ、逆色というか語り付けをしていったって感じですよね。たまるし、はい、ヒットを狙うのなら結婚式でよく使われそうなやつとか、あ、まあ、踊りやすいやつなのか、じゃあしやりやすいのか、もしくはこうちょっと、まあ、恋愛っぽい、そんな、まあ、ザ・バラードじゃないですけど、はい、なのがいいのか、もしくはもうクリスマスソングにしてしまって、あ、クリスマスにチャリンチャリンみたいな。ちょっともう横島の気持ち入っちゃってるんですけど。いや、でも大事です。やる機会増えますからね、必然的にそうなってくると、はい、とか、あとはもう夏の歌ばっかり作って、夏といえばもうチームからベンビーへみたいなのもありますし、まあ、正直定まってないっていうのがあります。嫌なところです。ただ、本当にギャップというか、ご存知の既存のベンビーファンの皆さんへは、まあ、ギャップとして、こうちょっと真面目な歌もいいんじゃなかろうかと。うんうん、それもありかと思うんですよ。うん、その、なんですかね、こう笑わせて最後ちょっと感動させるみたいな、はいはいはい、その素材の一つとして三振、あってもいいかなと思うんですよね。はいはいはい、そうなんですよ。ただね、やっぱり一曲目じゃないですか、一応もう、この、ここで作るというのは、まあ、何曲かも作るつもりなんですけど、はい、今後ね、ただやっぱデビュー曲って言ってもいい、うん、まあ、少女作は、はい、まあ明るい方がいいのかなっていうのはちょっと思っております、うんうん、はい、沖縄の民謡で、うん、好きな歌とかありますか。うん、好きな歌、民謡ですよね。まあ、放念音頭とか。放念音頭。
まあ、元気、あ、ちょっと入れるのが好きなのか、アヒアミカチ節とかも好きですし、そう、すごいかっこいいですよね。ではないか、最近のやつでもいいですよ。例えばあれビギンさんかな、イラヨイ月、あんなしっとりした感じとか、渋いですね。で、ちょっと前に言いますと、ごめんなさい、あと1個だけ挙げさせてください。レイディフェイシー、あの小ちゃん、ああ、渡嘉敷店長、はいはいはい、あれもかっこいいですよね。まあ民謡変えたらまたおかしい、まあ、最初のテイストもありますもんね。なるほど ね、 いろんな方向性というか、わかりました。まあ、ちょっとその確かに、あの急にね曲を作るってやるともなかなかその難しいと思いますので、はい、まあ、ある程度そのメロディー、三振のフレーズなんかに関しては僕が、はい、まあ、ちょっとこんなのどうですかっていう感じで、相談しながら、はい、でその歌詞も、逆にこれをちょっと聞いてもらって、あ、このメロディーだったらちょっとおじいちゃんの歌詞にしようとか、はい、これだったら、恋愛にしようとか、はいはいはい、これだったらちょっと真面目路線で行こうとかっていうのも、まあ、逆にちょっと、やりながら、はい、決めていきましょうか。いいですね、これ作曲ベンビーで出して新垣さん的なサムラゴーチ的な感じやろうかな。いや、まあそこにメガネしたのよ。ああ、そうか。でも確かにこうフレーズを聞いて、あ、どの歌詞当てはめたいなっていうのは聞いたら、うん、いいかもしれないですね。思い浮かぶかもしれないですね。まあ、いろんなその順番、その歌詞があってそれに尽きるっていうパターンもあれば、メロディーを聴いて尽きるっていうパターンもありますし、僕はですね、そのさっき夢で出てくるって話もしたんですけど、結構そのサビの、 その一番この大事な部分の歌詞は、あのメロディーと結構セットでバーンと出てくるんですよ。で、そのサビがあって、ちょっと専門的になるんですけど、歌の一番盛り上がるサビってありますよね。サビの部分ができちゃったら、それにこうリンクさせて、それに行く、まあそれまでの起承転結のその B メロディーとか最初の部分っていうのをちょっとこうつけていくみたいな作業も結構多いんですけど、でそういう感じでもいいですし、はいはい、あ、ネタでもありますわ。なんかもう強烈なボケ1個思いついて、このボケを生かすために設定、そこから膨らましていくっていう、はいはい、それを軸にこともありますもんね。結構曲もそういう作り方します。そっかそっか。だから逆に俺がそのデミさん の、 そのおじいちゃんの口癖とか、そのまあ使いたいフレーズみたいなものを先に聞いて、はいはいはい、じゃあこれをこういうメロディーでどうしようみたいな、メロディのおじさんみたいな感じで、このフレーズを聞かして、でこう、じゃあこんなどうですかっていう感じでやってもいいですしね。キャッチボールで、まあ、フレーズと沖縄はやっぱフレーズでいろんな曲があるので、明るいメロディーがいいんだったら、そのさっき言ったみたいな等身大みたいなアップテンポのリズムをつけたり、その朝と変態みたいな明るいメロディーをつけたり、で逆にちょっと暗い感じでいくんだったら、極端ですけど、これ二見城って曲なんですか。ですね、まあ二見城だと思ったな。悲しいメロディーで行くっていう、路線で行くならそういうやり方もできますし、確かにちょっと今考えても、ま、やっぱりお笑いライブコントをやって、でそのギャップでちょっと渋めの歌がいいのかもしれない。このフレーズいいですか。あ、いいですね。あ、いいですねみたいな。はいはい、だからこの酒場で飲んでるベミさんのイメージ、うん、そうっす、酒場で飲んでるイメージ、声ちっちゃい、声ちっちゃい飲んでる時声ちっちゃいっすわ。そうなんですよ、知らなかったんですけど、そうなんですね。そうなんですよ。ベミさん、今年、はい、芸歴20周年なんですよね。そうなんですよ、おめでとうございます。ありがとうございます。20年になりますね。早
いっすね。早いっすよね。3歳だった子が23歳。早いな。組み立てたおかしい。何歳だからやる？26で始めて。26歳。今年46、2020、2020の20周年、2000年の5月に今の事務所入りましたから。ほう。そうなんですよ。なんでね、まあそんなのもあって、どっかでね、やっぱりオリジナルソングを。発表会とか、はい、あのその何ですか、目標というか、あれがあると、うん、それに決めてやっぱりあの練習もしますし、多分それに向けてね、うん、あの作るモチベーションにもなると思いますので、はい、あのどっかしらでその持ち歌、うん、今回作る持ち歌を、まあ、発表して、はいはい、万歳ってことにしましょうか。じゃあねえ、なんとかそうですね、発表の場をどっかで持つということでよろしいですか。よろしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあできるだけ早ければ早いほど。そうですね。いい。あの次回からまたその細かな具体的なこの曲作り、はい、あの指導しましょう。お願いします。はい。ありがとうございます。よっしゃ。やぞ。かな、心配やな。心配じゃない。いや、どの世界もね、心配はつきませんよ。はい。ああ大丈夫だ。オーケー。世界ですか、世界。世界、世界行きましょう。世界、この曲で世界。はい。はい。しかし、ヒゲダンジズムを抜きましょう。抜きます、抜きます。全然ですよ。もうヒゲも伸ばしますよ。ああ、これもやりますよ。オーケー。じゃあ、はい、曲作って発表しましょう。しますよし、じゃあ今日はここで。はい。バイビー君と、ギモ先生、バイバーイ。曲作ります。作ります。発表します。